ナギナタコウジは、シソカナギナタコウジ属に分類される一年生草本の植物。日本では、北海道から九州、また、アジアの温帯に分布し、山麓、原野などの山の道端に生える。全体に強い光輝がある。茎は四角形の断面で難毛があり、分子が多く高さ30から60センチメートルになる。葉は耐性し、葉兵は点五から二センチメートルで、 洋芯は、卵形から強卵形から長卵形で、長さ3から9センチメートルになり、肺には挙子がある。開花期は、秋で枝の頂や溶液から下水が出て、紫色の花が一方向にだけ向いてつく。開花の頃、花は、穂の外側に向かい、薙刀のようになる。とは、平た円形で中央が最大幅となり、その背面はほぼ無毛となっていて、 円に単毛がある。果敢は約5ミリメートルで淡紅紫色で毛が多い。花は穂の下の方から咲き上がる。秋の開花期に地上部の前層を刈り取って、風通しの良いところに吊るして陰干ししたものは小薬になり、こう、と称されている。薬香は、利尿や血行を良くして発汗を促進する作用があり、干渉をはじめ、水臭、吐き気、下痢、 かっけ、初期あたりに紅葉がある。民間では、乾燥させた前奏をついた治療10から15グラム、水 500cc で半量になるまで煎じ、3回に分けて服用する用法が知られている。口臭を除去する、うがい薬代わりに、煎じ液を口をゆすいでもよい。浴頭量としては、甲200グラムを布袋に入れて、煮出し汁と一緒に風呂に入れる。アイヌは、なぎなた紅を、 世帯縁とと呼び、刈り取って乾燥させたものを煮出して、茶のように飲用していた。ありがとうございます。